ュニアです。今日も見てくれてありがとうございます。今日はですね、株式会社 TR から発売になっているテキテキウクレレの新しいモデルが、届いたので、ちょっとそれをレビューしたいと思いますが、今日はですねゲストを呼んでおります。まず奥が、株式会社 TR の松山さんです。はい、よろしくお願いします。はい、そして、テキテキウクレレのモニターアーティストでもある、ウクレレプレイヤーの京介隆さんです。よろしくお願いします。はい、この3人でちょっとテキテキウクレレの新しいモデルについて、語っていきたいと思います。はい、じゃあまずこちらテキテキウクレレの新しいモデル HMS カッサム、ね、こちらをちょっと弾いてみたいと思うんですけども、こちらこんな感じ。これまずソプラノモデルなんですけども、このオールドのマーチンスタイルのモデルですね。ボディ材は、ホンジュラスマホガニの単板でボディができてます。そしてね、フックはアフリカンマホガニ、そして指板とこのブリッジがなんとハカランダを使ってるみたいです。そしてこのサドルとナットは牛骨、そしてこのペグですね、これ後藤の UPT チューナーを使ってます。松山さん、このモデルの特徴は、テキテキウクレレのまずコンセプト、いわゆるヴィンテージウクレレを現代の技術で作り込んだらどういうウクレレができるか、うん、っていうところがまず、一つコンセプトであって、ヴィンテージウクレレってやっぱり確かにいいですよね。ものすごいいいウクレレだと思います。でただやっぱり高価であったり、手に入んないですもんね今。まずそこですよね。 あるヴィンテージウクレレも決していいかっていうと、やっぱ状態が、悪かったりとか、やっぱりこう演奏使用するにあたって非常に問題が多い、個体が多いと思うんですよ。でそれをね、もう気軽にやっぱユーザーの皆さんにそれをこうなんとか手に取って弾いていただきたいっていうのが、やっぱうちの会社の思いであって、っていうのはやっぱそういう思いができたウクレレだと思ってもらえると思います。で、やっぱその個体の軽さ、ね、さっきそう軽いんですよこれ、すごい、とにかく軽いです。で来月でテキテキちょうど1周年になるんですけども、発売当初がいろいろ試行錯誤して、その重さっていうのが非常に重要であるっていうのがやっぱこう分かってきて、うち工場にその仕込みに行くときに材一枚一枚選定して、これで今回作ってくれて、その型取りしてっていうことを繰り返しやってるんですけどね、その際に重さっていうのも非常にこう重要視してます。やっぱり鳴り、甘いふわっとした鳴り出すのはどうしたらいいかってことをいろいろ考えて、重さ重要、これはね本当に重要だと思いますよ。ソプラノで今回このモデルカスタムって実は品番つけてるんですけど、はい、実は最初カスタム品番つけてなかったんです。でいわゆるうちのそのヴィンテージウクレレっていうところにこうどん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 こう突っ込んでいくと、やっぱりこう実はこれ薄く表面に着色してるんですよね、ここに。イージドブラウンカラーといううち呼び方してるんですけど、やっぱりこれ出すことによってやっぱ雰囲気、やっぱすごく楽器の雰囲気って大事だと思うんですよ。持った時にこういかにやっぱ自分テンション上がるかって、これ重要だと思うんです。であともう一つこのところも薄く実はラッカー塗装を入れてるんですよね。やっぱちょっとテカってるのが、その塗装塗ってるからなんですね。ただべったり塗らないで、あれ本当に塗ってるんだなぐらいの、でこれやっぱ指板の保護性の部分と、あと演奏する時のスムーズな曲がりと、そういうところをやっぱ考慮した上では、加工してます。ここはね、やっぱこのモデルの特徴の一つだと思いますよ。ボディ塗装も全体でラッカー塗装ですか？全部オールラッカーでやってます。ラッカー手間かかりますもんね。手間かかるんですけど、やっぱねラッカーの音の良さ、やっぱ絶対だと思いますよね。やっぱボディの軽さと、そのラッカー塗装とかでやっぱりこのふわっとこう広がる感じみたいなのは、やっぱすごいこのやっぱりウクレレの特徴だなって思いますよね。あとやっぱセッティングやっぱ弾きやすくなってますよね。してます。
実はこれもあって、うちがちょうど作っていただいてる工場から、まあ、毎回入荷しますと、はい、当然それももちろんいいね、納得の出来なんですけども、はい、実際それは販売店さんにねそのまま並べるではなくて、まあ、うちのオーナー自らまず一番やっぱこだわるのがこのナットの形成、これもう一回し直すんですよね実は。あ、この角っこが削れてるやつ、え、一個一個やってるんですか。やってるんですか。すげえ。やっぱり握り込んだ時のこの、あ、わかります、ローコーで握った時のだからカチッて引っかかるような感じ。引いてる時の不快感とかストレスをもう限りなくやっぱ減らしたい。やっぱそういう思いがすごく強いんで、もうここ全部一個一個やり直してますね。あ、じゃあ工場から上がってきたら全部全部一本社長さんがやってます。趣味のようにやってますけどね、やっぱそこ重要なんだっていうのはよくわかりますよ。あとそれにさらに引きやすさのその原稿のセッティング、はい、全部、はい、相当攻めたセッティングにしてると思うんですよ。まあ、かといっても低すぎず高すぎずっていう絶妙なセッティングは常に心がけてでお出しするようにやっぱしてますよ。そしてやっぱチューナーは UPT こと、そうですね、 UPT ですね。これいいっすよね。やっぱり、今のクレヨン市場の中では一つの完成形だと思うんですよ UPT って。やっぱり今割と安価なモデルってこうギアペンとか、はいはいはい、あれ非常に多いと思うんですが、あれも確かに使いやすいしいいと思うんですけども、やっぱりそのうちがそのヴィンテージウクレレをどう再現するかっていうところになると、やっぱルックス非常に大事だと思って、このやっぱ下向きのこうペグっていうのもやっぱり外せなかったですよね。いろいろこのスタイルもちょっとペグいくつか試したんですけど、はいはいはい、実はやっぱりこう使用感とか考えると行き着くとか今のところやっぱこれなんですよ。あ、でも分かります。でこのシリーズはソプラノとあとコンサートとテナーがあるんですよね、はい、3機種揃えてます。テナーがね、ほんとその京介くんも使ってる、使ってます。こちらのこちらですね、これも素材とかは全部一緒ですよね。一緒です、はい、ただフレットがやっぱりテナー用でかなり太くなってますよね。だけどあとは基本的一緒でフレット数も、あれテナーだけ1フレット多いのかな。1個多いですね、はい。ソプラノとコンサートは一応12フレットジョイントの、13、14、15フレット17フレットです、はい。で、テナーは12フレットジョイントの13、14、15、16、17、18までのスタイルですね。であと弦の止め方がやっぱテナーはこのギタースタイル、はい、これどうですか京介君使ってて。やっぱり結構音が優しくて好きですね。あ、僕弦はこれではなくて、うん、昔から好きで使ってたダダリオのクリアナイロンの弦。あ、はい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 、はい、弾いても分かるんですけど、すごい甘いね、まろやかって優しい、くて甘い音がしますね。結構これ弾き込んでる感じですか。はい、これ使い始めたのがまだ今年の5月とか6月なんですけど。あ、そうなんだ、すげえ。あれ新品のこの感じより全然甘い感じだね。やっぱ弾き込んでってると相当弾き込んでたんですね。へえ、音が甘くて、今までぶっちゃけこれに巡り合うまでは何をメインだったんですか。カマカです。カマカ。でも今こっちがほぼメイン、はい、なんかやっぱこっちにした理由って、なんか優しい音がすごくいいんですよね。こっちやっぱマホガニのこう滑らかさというかまろやかさみたいなのが自分のなんかスタイルに合うかなみたいな感じ、はい。最初は清塚があってもね、コアといろいろモデルで引き比べてそうなんです。あ、そうなんだ。最初は。あ、でもやっぱ魔法に、この中でも魔法を選んだ。あの時は確か清塚君も特に魔法がにいいとは考えてなかったと思うんですよ。あ、ただむしろ今までずっとコア使ってきたから、まあ、コアかな。馴染みあるもんね、そっちの方が。それが引き比べてみてこのモデルで良かったと思うんですよ。へー。じゃあ今ウクレレで曲作るのはこれで。テナーの特徴とかいうのは、テ
なサイズですね。これもあの当然ヴィンテージマーチンからあの型取りして作ったのはもう変わらずです、はい、でこのモデルに関しては実はあのちょっとカスタム品番してない、ちょっと着色が実はしてないんですよね、こっちに関しては。お、うん、ちょっといずれねやっぱあのカスタムでちゃんと統一するっていう予定はあるんですけど、でも今京介が言ってくれたやっぱその音の柔らかさというかね、そこはすごく再現できてると思いますよ。うちのそのティキティキのホンジュラスマオバニーシリーズ、実は一番も地味なんですよね、とにかく。まあぶっちゃけそうですよね。本当にハズレッサーはもう一切ないです、うちのウクレレ。まあ実は他のモデルもそうといえばそうなんですけど、なぜかっていうとやっぱウクレレ本来のその音にとにかくこだわりたい、うん、で装飾という部分に関してはまあこれは絶対と言わないですけどね、やっぱりあんま音にはこう、はい、そこに関してはうちの TR としてはもう全くそこは興味ございませんと。その分やっぱ音、そっちにとにかくも注力しようと思う、うん、そこなんですよ、ね、やっぱり。そう、装飾やると重たくなっちゃうっていうのもあるんですかね。でもあるでしょうね、やっぱりいっぱい接着剤とかもつけなきゃいけないです、ね、それがやっぱ音のね、どっかでやっぱ、はい、振動をやっぱ妨げたりっていうのも、もうゼロではないと思いますよね、そう考えると、うん、いろんなのがこう、いろんな要素がこう絡み合ってこの音ができてると思えば、うん、きっと面白いなと思いますよね。なんか弾き心地とかで何かやっぱりこういいなみたいなところってありますか。やっぱり、まあ、その一歩一歩調整してるっていうのもあるのか、すごくもう弾きやすい設計になって、そして握りやすさもいいし、弾き心地はすごくいいです、ね、これに慣れたら他のは弾けないぐらい、ありがたいこと言って、ありがたい。演奏するとき指で弾くこともあるし、まあ、このストロークも多いんですけど、そうすると、まあ、このこっちの方は割と狭いので、まあ、音が一つにまとまりやすいし、まあ、こっちは指弾きで、まあ、ここに指も入りやすいし、他の弦に当たったりとかもあんまりなく、そうだね、一音一音バラバラに綺麗になった方がアルペジオ綺麗に出るもんね、弾き心地がすごくいいですね。なるほど。これコンサートもいいですね。これもね、同じようにこうホンジュラスマホガニーとハカランダなんですけど、あとこれ今気づいたけど、ここ薄いっすね。これやっぱ軽さ狙って、そうですね、やっぱ薄いと思いますよ、ここ薄い。そう、なんかコンサートって結構ヘッドが下がっちゃうやつとかあるけど、バランスいいなと思ったらやっぱこういうとこちゃんと工夫してるんですね。コンサートのこだわりとかって、コンサートのね、あれです、実際のうちのこの3機種の中でコンサートモデル、これ実際よく売れるんです。はい、すごいいいと思います、これ音の多分ね、鳴りっていうのかな、やっぱすごくいいとこ来てると思うんですよ、これ本当に。で、うちのティキティキの全ラインナップの中でもやっぱ一番ティキティキらしいっていうのかな、とか出てるモデルだと思いますよ。で、基本のまあ仕様はさっきのソプラノと、まあ、ご一緒なんですけど、一度ブラウンカラーで着色して、白もこう薄くラッカーと入れてますね。そのヘッドの薄さとか、そう、ヘッド薄いなぁって、うん、でやっぱ軽い、全体的にですよ、とにかく軽いと思います。本当に僕もこれ最初に持たせていただいた時に、なんか軽さにまず最初にそうだよね、だから持った時にこの大きさのものを持ってるっていう感覚がないっていうかあ、軽いとかそう思っちゃうのがいいんですよね。ギターとかだとなんか重たい方がいい音伝説とかあるじゃないですか。レスポールとかやばいですからね。ウクレレってやっぱ軽い方がやっぱウクレレらしい音がするような気は確かにするんですよね。まあスタイルにもちろん変わると思うんですけど、あ、なんか軽いウクレレっていいなってなんかすごい思ってるんですよ。でしょ。じゃあセッションやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。Say, ooh, ooh, for Ollie.
そんな多くないけど、そうなんですよ。その通りなんですよ。でもあったらこれぜひね、見かけたら楽器屋さんで弾いてくださいみたいな、もうぜひ。やっぱり持った感じとかってネットじゃ分かんないので、ぜひちょっとある店でね、なんか持って、あ、軽いとか、あと響き音とか、やっぱ実際生で体験してほしいですよね。ぜひ、というのをまずはもう持って感じてほしいですよね。ければと思います。今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。